領域展開無料空所。路上で10回顔面を殴られた五条悟です。二度とアマゾンでウィッグは買わねえ。ということでキングヌーの新曲一途を切り上げて歌っていきたいと思います。音域展開。もう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。見えない未来も腐る過去さえもあなたで満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。見えない未来も腐る過去さえもあなたで満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。その過去さえもあなたで満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。見えない未来も消せる過去さえもあなたで満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。見えない未来も消せる過去さえもあなたで満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度貸して、その後はもう何もいらないよ。僕の未来も心も体もあなたにあげるよ、全部全部。はい、ということで一途を末広がりの8個キー上げてみました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてリクエストもコメント欄から受け付けてます。はい、いつもリクエストありがとうございます。おかげで成り立っております。でやってほしい企画とかもあったら教えてください。でこの後にね、この化け物が誰が特級呪霊や、はい、どうやって生まれたのか、その舞台裏を動画続いておりますので、興味がある方はぜひ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。お、また一途ご視聴ありがとうございました。歌う前の過去の僕です。五条悟さんになっていくで。おいしょ。ここに入ってるんですよ、アマゾンとゾゾタウンでなんとなく買ったやつ。でも大丈夫、流れに身を任して。さあ入ってるものをチェックしていこう。ザラで1000円で買った黒い T シャツ。うち頭でかいからさ、なんかあのアマゾンとかで買ったあの五条さんのこの、あれがね入んなかった場合、これをハサミで切ってやろうかなと思って。バイじゃん。こんにちは。ウィッグですね。ウィッグ。ウィッグ？どっち？すげえ、メガネも入っとるこれ。あれ？髪切った。エンディングの五条先生をイメージして服買いました。ただの白い T シャツ。はい、緑色のズボン。でも画角的に映んないよねズボン。まあいいか。はい、でもう一個ウィッグ。なんかさ、バーって髪上げとるやつと下げとるのどっちかな。とりあえず2個買っちゃおうっていうね。で、青いコンタクトレンズと、あれがない。白いマスカラがない。これ前髪上げるやつじゃない？え、これクイックルワイパー？これ、これ真剣佑でも被ったらブサイクならん？ちょ、もう一個。あ、まだこっちの方が、ねえ。カラコンから入れていく。はぁ、鏡開くのって怖いよね。よっしゃ、五条悟るんだろうと思って鏡開くやん。無理じゃーみたいなね。で、別に五条悟るになれなくてもいいのよ。六条悟しぐらいで全然いい。求めすぎ？お、視力展開。あ、眼力展開。ブルーアイズ。とりあえずメイクしていくぜ。頭どんどん悪くなっていいから、肌の治安は良くなってほしい。ローライト。マックしか勝たん。うわ、白 T 来ました。Lost in Paradise。探検隊？あ、ビッグネットどっか行った。もうあったあー、上げてない五条。ちょっと待って、これはやばい。こんなんじゃないよ。無理じゃん。え、これ特級呪霊じゃん。ふざけんなよ。イメージと違う。脳内補正されすぎてた。鏡見ろっつうの買う前に。え、もうほど遠いんですけど。何これ、どう思う？え、どう、これ、何、闇払えないよねこれ。髪上げていってみる。またここ、また化け物が生まれるやろ、こうやって。どうやばいって。アマゾンにレビューマイナス100つけてやる。領域展開できるか。これでこれつけたらぽくなるのかな。入られ。行くよ。行くよ。これ五条。はあ、
もうこれ限界かな。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。二度とAmazonでコスプレグッズは買わねえぞ。またね。